あんた寺田を信用してなかったのか。せいや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。ま、人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ケルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんの。高いな、連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんや。最近そういう輩が多くての。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。ヒルズ計画を奪い取る。親父、大変です。待て、奴らです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。また人暴れするで。準備しとけ。はい。うちに何度も喧嘩売るとは、度胸やないかい。ほう、結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。でどうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬう西田。はい。なら俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ、やった、キリュウさんがいれば百人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。え？これはうちが仕掛けられた喧嘩や。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。でも。うるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か、わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。いや、そんなつもりじゃ。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ？なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってこと、あんたなら十分知ってんだろ。しゃあないの。なら桐生ちゃんには手出さずに手貸してもらおうかの。どういうことだ。桐生ちゃんには現場監督になってもらうわ。現場監督。そう、現場監督や。マジマジャパンの桐生監督や。全然話についていけないんだが。実はの、
奴らの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。施設を？さあ、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らの狙いなんや。なるほど。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけか。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手でのう。つい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやから桐生ちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だがそんな経験ないからな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、奴ら来ますよ。ちょっとや、行くで、キリンちゃん。おう。真島建設、業務開始や。親父、やるぜ。どこを守るか。お前ら、指示に従えよ。どこを守るか。このまま守りきれ。調子だ。見ててくださいね、親父。行くで。守りきれ。調子だ。このまま守りきれ。
死ねや。逃げてくださいね、親父。真島建設、本日の業務は完了だ。よくやった、お前ら。これで片付いたかな。やるやないか、桐生監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。お、あんた誰だよ。初めて見る顔だな。桐生だ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産。まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ、長野。ああ、俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんでな。あ、そう。まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ。例の三銃士にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三銃士。地上げ三銃士、聞いたことねえか。はっ、そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えといた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ、長野。腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで。次はマジで行かせてもらうからな。上等だ。こっちも本気で行かしてもらうで。三銃士だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。ハッハッハッ、ヒルズ計画は金のなる木。
お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるか。覚悟しとけよ、こら。すまんの、ケルちゃん。面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安いご用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そうやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うとちいとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるで。キリュウ監督率いるマジマジャパン本格始動や。すみませんね、三重市の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃねえか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方、尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く予見を言え。天竜さん、相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない、カムロ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロ町ヒルズ。おお、いいじゃねえか。カニの匂いがするな。なんだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃねえか。その計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？蝶の山党が俺たちに頼むってことは、相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け負っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で島野の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんなやつが建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな。おい、そしてその真島の側近桐生一馬、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした。天竜。いや、なんでもねえ。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから、俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは
最近真剣な案件ばっかでな、歯応えのある相手を探してたんだよ。道島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうするの？最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三銃士の皆さんよろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。ふん、誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが報酬は俺がいただくで。うん、キリュウ、カズマ、12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた登場会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護さ、行くわよ。